ごさは、松本清張の短編小説である。サンデー毎日1960年8月7日号に掲載され、1961年11月に短編集、駅路収録として、文芸春秋心者から刊行された。1962年2017年にテレビドラマ化、されている。夏の終わりが近いある日、東海道から山に入った。 ひなびた、温泉宿、川田屋に、都会風の美貌の女性が現れた。安西隅子と名乗ったその女性は、あまり話をしたがらない様子を見せていたが、3日目に、安西忠夫と名乗る長身の紳士が現れ、隅子と合流した。しかしその3日後、書店から、夕方17時前に、温泉宿に戻った紳士は、仕事で一時宿を離れる、家内は、 よく眠っているから誰も入らずにそのままにしてほしい、と言い残して17時半過ぎに宿を立った。その2時間後、住みの死体が部屋から発見された。当初、現場に到着した警察の職宅医が述べた死後、推定時間からは、死亡時刻が15時から16時の間との見解が得られた。続いて死体が解剖されたが、担当の病院長が述べた死後推定時間からは、 死亡時刻が17時過ぎとの見解を得た。二人の医師の見解には差があったが、病院長は食卓医の見解を誤差と指摘した。警察としても、死亡時刻を17時過ぎとする病院長の見解の方が、ただおが住み子を殺した後逃走という推定に合致し、満足すべきものであった。捜査が進み、川田屋に泊まった紳士の本名は、武田総一と判明。 山岡刑事は東京に出張するが、間もなく武田の首吊り死体が遺書と共に発見され、事件は容疑者の自殺で幕を閉じたかに思われた。1962年11月29日と11月30日22時15分22時45分に NHK の黒の組曲は国手2回にわたり放送された。 キャストスタッフ、松本成長坊都後25年特別企画、誤差のタイトルで、2017年5月10日21時から23時8分に、テレビ東京系にて放送された。ありがとうございます。